あのほとんどやっぱり演奏される機会がない楽曲ということもあって、まあ、私もこの曲に出会ったというか、まあ、聞いたことしかなかったんですけれども聞いた時のやっぱり音源で聴いている印象と実際にこう TOKYO さんがこうオーケストラとして生で歌う,こう音を奏でるってなった時にこれほど音のこうギャップがあるんだというのがこういい意味でこうものすごい迫力となって押し寄せてきたのでそれのもうただただ圧倒された。 リハーサルというかあの曲のこう巨大さというかあのこう強烈さに改めてこうあのすごいなと思った非常に充実リハーサルでしたそうですねあのまあ私はいろいろな曲を、まあ、いろいろな編成室内楽だったりソロ曲だったりコンチュートだったりいろいろなピアノのための曲を を聴くのが好きなんですけどもそれから有名じゃない曲でどんな曲があるんだろうっていうのは、まあ、興味がこう絶えずあってでこのフローラン・シュミットという作曲家はもともとはですねバイオリン・ソナタ、まあ、これもまたほとんど演奏されないんですけどもそれにとっても興味があってそれからあピアノとオーケストラのための曲があるんだということに気がついて聴いてみたらおおとっても力作じゃないかということに あのそれであこれはいつかあのどこかで生で演奏聴ける機会がないかなって僕は最初思ってたんですけども調べる限りどうやらそのえっと唯一の音源っていうのが1994年頃に取られてるんですけどもそれ以後演奏された形跡はゼロで生の演奏会に上がるという意味では1980年代ぐらいが最後なんじゃないかというふうに言われているんですね。 聴いてみたいなと思っていたらそれが聴く側ではなくて弾く側としてこう実現したということが今回の演奏会のとのご縁というかになっておりますあの本当にそのオーケストラとピアノとが両方ともにもうんて言うんでしょう可能な限り難しくみたいな感じで書かれている楽曲ではあるんですけれども作曲者自身がその還元楽とピアノのための っていうふうにまあこう明記しているように、あの非常に簡練楽の音楽の中にピアノがどう溶け込んでいくかっていうところがこう主体になっている作品なんですね。なのでいわゆるその競争交響曲と言ってもあのあの例えばあのシマノフスキーが書いているもののようにピアノの主体的でそこにオーケストラがという曲とは全く逆でオーケストラという主体的の中にピアノが入っていくっていうそのまあある意味ピアノがソリストでやる こととしてはあまりないことを絶えずあの求められるので非常にそのオーケストラとの,このアンサンブルというんですかそこが最も難しいいとところかなとは思いますあのもちろん弾くのは当然難しいわけですけどもなので是非、まあ、ピアノというフォーカスだけで聴くっていうわけではなくて実際にそのオーケストラの中にピアノが入った時にどういう音響を作っていくのかっていうのを聴いてくださる皆様には是非注目していただきたいなと思います。 あの本当に今回はその、まあ、私が演奏させていただくあのフロラン・シュミットの構造競争交響曲、えー、とそれだけじゃなくてあのその前に演奏されるあのフォールのペネロープの前奏曲とか。 『少村の交響曲』っていうのもいずれも本当にえなかなか演奏機会が多いとは言えない楽曲なので、まあ、今回の演奏会を逃してしまうとあのもうちょっと聴けないかもしれないというあの特別な演奏会ですのでぜひ一人でも多くの方にこの生演奏をお聴きいただけたら嬉しいなと思います会場でおお待ちしております。